苦手なのやっちゃう。エンパイアイズカミングやる。エンパイアイズカミングやんなくちゃ。多分できないことをやってみたら、もしかしたら変われるかもしれないから、はい、4時間私も頑張るから、はい、やってみよう。お願いします。でも見てたけど、トトちゃんはすごい向上心があるから、なんか人一倍やろうと思っても、うん、私が今日やった人一倍は全然足りなくて、うん、その人一倍じゃなくて、もっとその人一倍を超えるあれの量を練習しないといけないって思いました。うん、決まったら俺のとこに。本当にやるので、本番、一番重要な本番でやらない、間違えないようにやらなきゃいけないので、本当にちゃんと覚えて、本当に見て、自分のパフォーマンスは見てて、あんまり好きじゃないし、見ててすごいなって思うパフォーマンスじゃないから、でもそれを。アイドルの方みたいに感動させられたり、すごいなって思わせるパフォーマンスを作りたいからやるので、ダメなところはめっちゃ言っていただいて、分かった、お願いします。本当に迷惑をかけてしまって、全然、私も初めてそんな一対一で教えるのって、初めてだから分かんないことだらけだけど、頑張ってるなって思ってたらすごい応援したいし、ダメな時はちゃんとダメって言うから大丈夫。はい、分かりました。頑張ろう。はい。いや、今日もすごい声かかる。はい。エンパイズカミングをやります。エンパイズカミング、はい、はい、オッケー。お願いします。お願いします。はい。ストゥーピッドでしょ。ストゥーピッド、オッケー。人間でお願いします。人間、はい。エンパイズカミングで。エンパイズカミング、はい。やべ、全然今一人ずつやったか分からなかった。エンパイアで。エンパイア。で、人間。エンパイアでね。で、ウルルがスティピッドね。オッケー。ギャンパレがいないんだ。ギャンパレの曲やる人いないのか。はい、いける。22時なんですけど、最後にお話しませんか。そうですね。自分ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、私初日よりは良くなったと思うんです、うん、でもそれでもなんか視聴者の方からは あんまり評価がもらえなくて、自分はなんかどうしたらいいのかなって思ってて、足りないの、はい、足りないの、期待に応えられてない、確かに、だから変われたと思ってるっていうことは自分に対していい評価をしてるわけですよ。でもだからそれに対してはいい評価なんで、通常はうちのアーティストたちはしないわけ。何回やっても自分でよくできたとか、いやちょっとは変化したと思うんですよねっていう言葉が出てきた瞬間に、ああもう終わったなって思うの。昨日の夜も喋ったじゃないですか、はい、でもそこだと思うよ。じゃあだから多分それがバレて、それが多分バレたんだと思う、お客さんに。はい、わかりました。ありがとうございます。頑張れよ。はい。僕が勝手に思われたけど、一気に喋りにくくなった。やばいですね。結構ディープな話してました。話をしました。ああ喋りたくねえなあ。そういや松隈さんの曲じゃないんだけど、僕は本当にすごく好きで、いや松隈さんじゃないからダメとは本当に一つも思ってないの。僕めっちゃかっこいいけど毎回
アルバムの曲もそうだし、今回のもそうだし、すげえめっちゃ書いてくれるから。で、ね、松隈さんはめちゃくちゃかっこいいと本当に思ってるけど、うん、やっぱ違うアプローチもしてくれるから、だからワッフの中でもちょっと違う立ち位置に行けるかなと思ってたりするので、なんか多分、まあ、ワッフに憧れてみたいなところはあると思うけど、今いるワッフの誰かになろうと しない方がいいかもしれないかなと思って、自分を出していかないとっていうことを考えると、まあ、松隈さんの曲じゃないっていうのは一つなんかいいチャンスかもしれないなっていう気はする。ちょうど合うのかなっていうところっていう、ちょっとニコ生仕様に言い方をいろいろ変えてみましたけど、すごくいい感じでしたね。本当もうニコ生、ニコ生です。こんばんは。こんばんは。さきさん、ありがとうございます。いや、とんでもない。頑張ります。頑張って。ありがとうございます。私、ギャングパイロット月のうさぎと火星からうなぎちゃんでキャリールズの人間をやります。なんで人間にしたかというとですね、何がいいって火星ちゃんに聞いたところ、人間が一番やりたいって言ってくれたので、はい、じゃあやりましょうということで決まったんですけれども、はい、人間二人なんですよ。そうです。緊張しますね。二人なんてね、やったことがないので。ワックさんでもいないですよね。いない。あ、まあ、昔ギャングパレードの前身のプラ2名ぐらいですかね、二人組は。本当に、うん、あ、そう、そうなんです。名前がね、うん、私とそう、そうなんですよ。文字木なんですよ。月のうさぎからの火星からうなぎ。でもなんか名前も見た目も月とすっぽんって感じしますね。いやいやいや、本当になんか、いや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 、いい感じな気がするんですよ、私は。宇宙組。確かに宇宙組。月のうなぎじゃないよ、うさぎだよ。うさぎじゃ、うさぎですよ。今、古木さんからすごいいいお話を聞いてたんですけど、人間に対しての。なんだろうな。私もすごいこの曲めっちゃ好きで、やれることが嬉しいので、頑張ろう。頑張ろう。頑張ります。どんなパフォーマンスをしたいですか？どんなパフォーマンス？歌詞が結構共感できるところが多いので、気持ちが乗せやすいかなと思います、うん、なので気持ちを乗せて歌詞が伝わるように踊り、パフォーマンスしたいです。コメントなんか読みたいのありますか？宇宙の振り付け。宇宙の振り付け。振り付けは一応キャリールーズの振り付けをもとに2人用にオマージュしていこうかなと思ってて、はい、あ、 ありがとうございます。コメント火星応援してるよって、ありがとうございます。チーム天体。チーム天体。あ、受ける。チーム天体です。チーム天体です。コーラック、コーラック、コーラックウナギって何ですか？あのですね、これは私の話なんですけれども、2年前の、合宿オーディションで私受けて受かったんですけど、その時その時もデスソースがありまして、デスソースでちょっとお腹を壊してコーラックを持ってきてたので、飲んだんですけど、みんなが欲しいって言ってて、みんなに配ったら、それが放送されまして、ついたあだ名がコーラックヒガ。すごい。いや、でもね、大丈夫、お腹辛くない？お腹大丈夫です。
2日目の朝に食べました。あ、食べた。食べました。いけました。いけた。強いね。でもここまで出ました。ここまで出た。やばいと思って、うんって2回ぐらい飲みました。わかるわかる。そう、まあコーラ食って出たらまあそういうことです。でもちゃんと今年も持ってきました。あ、すごい。メンバーさんまだ食べてないですよね。食べてない。こっちまだ来てない。怖い怖いですね。あ、でもドクさんがね今日食べた。あ、早い。月もそろそろ実際欲しいね。ブラヒモちゃんやめてください。ブラヒモちゃんどうしたの？今日の朝あのご飯の時にブラヒモ見えてるよって言ってそんなこと言うなら投票しろよってエゴサするぞって脅したんですけど、そんなね、ブラヒモなんて女の子のブラヒモなんてね、ただで見ちゃいけないですよそんなもの。1000票ぐらい入れてください。本当にみんな遅くまで起きてますね。皆さんもちゃんと寝てください。寝てください。頑張りますね人間。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ練習しますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今からお風呂のカメラですか？中継？そうです。でみんな今日のこれをあの今日もニコ生ニコ生の皆さん皆さんありがとうございました。今日は一日投票してくださってありがとうございました。あの我々はあのみんな忘れ物をしまくってクレンジングオイルはトギーの1個しかなくて、ちょっとやばいのどうって、やばいやばい、あ、映っちゃった。あの、まあそういう時もある。そうですよね。あのパンツもパンツのメンバーからもらいました。そう、鈴鹿ものですが鈴鹿ものですが、あの最終日までしっかり頑張らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。よし、じゃあお風呂に行ってきます。あっちこっちですか。大人が会議室。ありがとうございました。疲れ様です。疲れ様です。ちょっと今日こそ1時ぐらいからプレミア放送じゃないですか。1時から。1時から。え？1時からじゃない。いや、あの多分プレミアム放送的にはもう12時ぐらいからプレミアムになってるんですけど。あ、そっか。一旦は。じゃあプレミアムプレミアムということで、プレミアムプレミアムプレミアム1時頃で1時頃ちょっとそれぐらいまでちょっと仕上げとくんで、俺の酔っ払い具合じゃあ今日は1時から食堂の方の中継になりました。じゃあ12時とても濃厚になってきましたよもしかしたら途中でテンションが下がってやらないっていうかもしれないから忘れてた、うん、っていう可能性もあるよっていうところですね。いやでもね、俺ほんと不思議だったんですけど、脱落してるじゃないですか。で明日復活の可能性があって、なんていうので、ウルウルの課題曲決まってるじゃないですか、はい、練習するやつ一人もいねえんだなと思って、いやすごいなって僕思ったんですよお疲れ様でした。そんなこと言ってもうあと、え、あと2分で2分で追い出される。じゃあさよなら、明日も会いましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様、いらっしゃい。